さんこんにちは、シーホース三河24番加藤俊和です。下と上が結構はっきりしてくると思うんで、これから本当にもう負けられない試合も多くなってきますし、もし負けたとしてもその負け方だったり、勝てばいいっていう話ではなくて、本当に勝ち方だったりそういったあの内容にこだわってこれからどんどんやっていきたいなと思います。はい、僕の強みはやっぱディフェンスだったりルーズボールだったり、そういうあのスタッツに残らないところが僕の強みだと思っているので、やっぱそういうところもあのヘッドコーチとか選手からもあのいい声っていうもらってるので、やっぱそこはもう僕自身強みとしてこれからもやっていきたいなと思います。はい、好きな選手はウエストブルックが好きですね。見ていてワクワクするような選手なので、すごいダンクも豪快だったり、あのスピードも速いですし、1対1とかもやっぱすごいスキルありますし、そういうのを見ていてすごい面白いなっていうのは思ってるの であの身長もあんまり僕と変わらなくて、そういった意味でもやっぱその身近に感じられるっていうか、いったまあおかしいですけど、はい、やっぱすごいなっていうのは思いますね。はい、僕自身何回もちょっと喋るんですけども、ディフェンスが強みなので、あのスパーズのレナード選手の、ディフェンスはあの見たりそういうことはやったりしてます。いつも応援ありがとうございます。皆さんの応援が本当に力になって、僕たちいつも支えられています。これからもぜひ会場に足を運んでいただき、応援のほどよろしくお願いします。